何考えてやがる。うわ、八六がとんでもねえオーバースピードでヘアピンに突っ込んでく。ブレーキがいかれたのか。なんだ今のは。それじゃまるっきり状況がわからん。ちゃんと説明しろ。それが見てた俺たちにも、車ってのはタイヤのグリップを超えるスピードでは絶対曲がらないもんだろう。それなのにあの86、インベタの苦しいラインなのに、まるでジェットコースターみたいに変な曲がり方をしたぞ。何がどうなってるのかさっぱりわからない。